もともと宮本照という原作の小説家の作品が好きだったんですけども、その映画に関して言えば、僕がちょうどテレビのドキュメンタリーで、旦那さんを、夫を自殺で失った女性についてのドキュメンタリーを撮ったんですよね。それを見たプロデューサーから、似た題材を扱った小説があるんだけれども、一緒に映画にしないかというふうに依頼をされて、スタートしました。成り立ちとしてはそういうスタートです。デビュー作だったので、とにかく自分の思いを 120% 込めて作ろうというふうにちょっと肩に力が入った、作品ですね。今見るとちょっともうちょっと肩の力を抜いて撮れよっていう感じがします。これはね、実は幻の光よりも前に脚本を書いていて、20代の時に1時間のテレビドラマ用に書いた脚本がありまして、テレビシナリオコンクールというのに出して奨励賞をもらった、20万円の賞金をもらったんですけど、それが元になってますね。1本目の後に撮るので、なるべく1本目のでできなかったこと、間違ったなと思ったことの反省から、すごくドキュメンタリータッチのというか、カメラも手持ちが多いですし、一般のおじいちゃんおばあちゃんたちに登場させしてもらって作っている、それこそだから現場でどういうふうに撮るかを決めていくっていう発想で撮っているので、意識の中ではむしろこちらの方がデビュー作っていう感じで自分では捉えてます。これも実は1989年に脚本を書いているので、実現するまでに15年かかっているんですけど、もともとはその映画監督になるんだったら、まずこれをデビュー作にしたいというふうに考えて、脚本を持っていろんなプロデューサーに見せて歩いてたんだよね。まだテレビのディレクターをやっている頃ですけど、ただなかなか実現しなくって、このタイミングになりましたけども、これを撮れたことが自分の映画監督としてのキャリアの中では一つ大きな区切りになったなと思ってます。これはスタートは、まあ母親を亡くして、当時京都の大学で授業を持っていたので、新幹線で移動して週に1回京都に行くっていう生活だったんですけど、その往復の新幹線の中で書いた脚本なんですよ。で、まあ、母親をモデルにしたキキキリンさんとの出会いがあったり、まあ自分でおそらく一番自分に近いというか、自分の顔に近いというか、そういう映画ですね。映画なのかどうかもちょっとよくわからないけれども、多分一番僕の中では僕自身に似ている作品ですね。これはね、原作の漫画がありまして、郷田義家さんの空気人形っていう、これが大好きで、何よりその自分が空っぽだと思っていた人形が破けた穴から好きな男の人に息を吹き込まれた時に、自分がこう満たされる感覚、他者の息によって自分が満たされるっていう、それこそ人間関係のすごく基本になるメタファーだなと思ったわけ。自分で吹き込んでも満たされないのに、他者の息って吹き込まれた時に満たされるっていう、そのシーンをとにかく映画にしたいということでスタートしたもので、まあこれはもうペドゥナありきの作品だったな。この時出会ったペドゥナと撮影のリーピンピンっていう2人とのこうコラボレーションというのは、自分にとってはすごく財産でした。
これも多分自分の実体験がベースになって作っている、自分に子供ができた時になかなか自分が父親になった実感が持てなくて、どうしたら父親というのは父親の自覚が芽生えるんだろうかみたいなことを考えた時に、血のつながりだけに頼っていても無理なのではないか、血縁なのか一緒に過ごした時間なのかみたいな二者択一を迫られる主人公っていうのをちょっと想定して作った作品なんですね。なので非常に個人的なところからスタートしつつ、この映画はやはり福山雅治さんという、それまで僕のとは全く縁のない世界で輝き続けてきた日本 あのトップスターとの初めてのコラボレーションで、これが思いのほかというか、とてもうまくいったというか、とてもいい共同作業になったなと自分でも思ってますけども、不思議な広がりを持った、自分の中でも一番それまでの作品とは違う広がり方を日本の国内でも世界的にもした作品でした。海町もこれはもう原作の漫画が大好きで、ずっと映像化したいというのは2010年ぐらいから考えてた。ただ原作権が抑えられていた他の監督に、なかなか、だからその方が手放すのを待って獲得したんですけども、とても豊かな現場だった、幸せな現場だったな。あまり僕自分の作品見直さないんですよ、それ出来不出来ではなくあまり見直さないですけど、海町はね時々見たくなりますね。で、なんだろう、こう悲しいんじゃないのに涙が出る感じっていうんですかね、それが好きですね、この映画は。ワクワクしながら撮ってたね。あれやっぱ役所広司という役者のから出てくるお芝居が想像ができなかったので、それを僕は主役の福山さんと一緒にどう受け止めるかっていうことを一緒にこう現場で考えながら、あの映画も実は後半とか最後のブロックを決めずに撮り始めているので、撮りながら最後の15分ぐらいどうして決着させるかっていうことをこう手探りだったんですよね。それは周りはハラハラしたと思いますけど、僕はワクワクしながらそれはやってました。真実はもともとは日本の舞台用の戯曲として書き始めたものだったんだけども、ちょっと完成しなくって自分の中では寝かせてたのね。で、なぜ完成しなかったかというと、実具体的にならなかったかというと、主人公がやはりその、当時は日本で書いてたから、日本の映画史を代表するスターであるっていう前提があったんだけど、なかなか日本でそういうスターがもうご存命ではなくて、どうしようかなと思ってたところに、ジュリエット・ビノシュさんが何か一緒にやりましょうとずっと積極的に熱意を持って声をかけてくれていたもんですから、これはフランスならドヌーブがいると思って、よしドヌーブで書いてみようっていうことで、もう一度そこに命を吹き込んで実現したっていう作品ですね。ベビーブローカーはこれはもう本当に10年以上前からペドナタはもう一回何かやろうねって話をしていて、ソン・ガンホンさんともプサンの映画祭で会った時にいつかご一緒したいですという話をさせていただいていたから、何かいい題材があれば見つかればぜひ韓国で撮りたいなと思っていました。そこにベビーボックスという日本にも一つあるんだけどね、それはそして父になるという映画を撮った時にリサーチの段階で知って、いつかこのベビーボックスを題材にしたものをやりたいなと思っていた時に、韓国にはそれが日本以上に多くあって、
10倍ぐらいの赤ちゃんがそこに預けられているという事実を知って、あ、であるならばこれは韓国でやる題材として選べるなと思ってスタートした作品です。